えー、皆さんこんこにちは、えー、柳井と申しししまますすよろしくお願いします、えー、私はあの、えー、特別講座「大災害あの日を忘れない」というテーマで、えー、講座をさせていただきたいと思っております。で実はこの講座は、えー、っと2020年の3月にやはり同じテーマで、えー、いたしました。でちょうど、えー、東日本大震災のえー、っと まあ約10年9年目ですかねということで、まあ、あの日を忘れないということでやりましたで副題としましてはまだまだ足りない防災の知恵防災対策ということでいたしましたで実は、えー、毎年のように起こっている気象災害あるいはちょっと古いですけれども阪神・淡路大震災そして東日本大震災と。 でこういうものを私たちは経験してきてるんですけれども実は、えー、その教訓でありますとかあるいは防災対策こういったものはほとんど生かされていないんではないかというふうに私は思っております。で3月の講座をいたしました。ししまちょうどその頃、えー、新型コロナウイルスの、えー、感染も広まりつつあったんですけれども。 ちょっと触れたんですが、まあ、それについては一応まだ推移を見守るということでいたしましたでその後、えー、私のこの講座の大きな枠組み、えー、これは後でもちょっとご紹介しますけれどもまだまだ足りないんではないかということをそのまま引きずるような形で、えー、推移してきましたので8月にやはり同じテーマで今度は俗「続まだまだ足りない防災の知恵」 防災対策ということを、えー、オンラインで、えー、いたしましたでこの枠組みということなんですけれども実は防災の知恵としましてはさ、えー、まざまな知恵が、えー、体験によって生まれてきたはずなんですけれどもそれがほとんど生かされていないこの30年40年生かされていないということを私は痛感しております。そそういういここととそれからこの えー、大きな震災あるいは大災害が起こった時の、えー、社会の対応の仕方特にまあ政府とかですね行政とか、まあ、そういったところの対応の仕方についても問題があるのではないかということで、まあ、そこを指摘いたしました。でそういうことで、えー、今回ちょうど、えー、っと約1年経とうとしていますけれどもまだまだ同じような問題点をたくさん私は感じております。 ただ、えーと、これからどういう推移をどういうような形で推移するかということはよくわかりませんので、えー、大胆に予測をしたりあるいは防衛策を取るとかいうことはちょっと難しいかと思うので大きな枠組みとしてあるいは社会の問題としてちょうど8月の講座が終わったところで私、3つほど小論文を、えー、書きました。まあ、小論文とというかまとめですね。でこの 今回の講座はですね、まあ、そういうこともありまして続々まだまだ足りない防災の知恵防災対策というテーマで、まあ、3回目になるんですがこの3回目の講座は私のこのしたためました3つの、まあ、小論文といいますかこのまとめを皆さん読んでいただいた上でディスカッション形式でさまざまな問題点について掘り下げてみたいというふうに思っております。どうぞよろししくお願いいたします。